にちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきたいと思います。今日は日本電産社長の永森さんの本、人を動かす人になれを紹介していきたいと思います。永森さんという方、会長兼 CEO になられるということで、最近新聞に大きく載ってました。社長、徐々に社長職を譲っていくそうです、次の人に。で、創業者ですよね。創業者で2兆円、もうすぐ2兆円らしいんですけど、売り上げ。そういうことができるんですね。すごいなと思いますね。1973年、28歳で創業したっていうんで、かれこれ、45年ぐらいですかね。45年かけて、2兆円近い企業にしたと。いうことですね。そのプロセスっていうのは、そのプロセスがどうだったか、この本に書いてあるんですけども。今日は、求められる人材っていうのがありますんで、読み上げていきます。求められる人材5つの究極的条件。幹部候補の研修会用として最近作ったレジュメの一つに、求められる人材とはとタイトルを付けたものがある。これは私の経営者人生25年の集大成といえるもので、1、野心のある努力家、2、プライドのある情熱家、3、やり抜く寝屋家、4、負けず嫌いの単身家、耐心家って心が耐える力のある人ってことですね。5、経営感覚を持つ最新家、細い心と書いて、最新の注意の最新家ってことですね。という5つの条件を掲げている。最初に断っておくが、このうちの1項目にでも該当するような人材はおそらく数百人採用しても1人いるかいないか、1人いれば御の字だと考えているので、ほとんど理想に近いと解釈してもらったらいいだろう。なぜなら、几帳面な人ほど融通が効かないのと同じで、大きな野心を持っている人間ほど努力をしない。プライドの高い人間ほど一つのことに情熱を燃やせない。また、物事に執念を持って取り組む人間ほどオタク的な性格を持っている。さらに、負けず嫌いな人間ほど切れやすく我慢することができない。そして、経営感覚に優れている人間ほど大雑把でデリカシーにも乏しい。しかし、野心家が努力すれば鬼に金棒だし、素晴らしい経営感覚の持ち主が人の心を打つような気配り、心配りができるようになれば、人望は集まり、放っておいても部下はついてくる。私はこうした人材に将来の日本電産を背負ってもらいたいと考えているので、入社10年目ぐらいのまだ荒削りではあるが、キラリと光る素質を持った社員に対して特別に研修会を実施している。そして、君は一生懸命努力するタイプだから、もう少し野心を持てとか、君の負けず嫌いは社内でも有名になっている、これはこれで残してもう少しでいいから辛抱することを覚えると、10年もすると素晴らしい経営幹部になれる、といったように一人一人にこのレジュメを見せながら個々にアドバイスしていく。ここまでやると彼らは十分に納得し、頑張りますと答えてくれる。人を動かすというのは、強権を発動して自分の命令通りに動くロボットやイエスマンを作ることではない。本人の成長を第一に考えて、そのことと会社の発展と絡み合わせた的確なアドバイスを行ったとき、人は自分の意思で行動を起こすようになる、ということでした。野心のある努力家、野心って重要ですよね。私あんまり野心がないんでダメだなって思うんですけども、もうちょっと野心が持てればなと。大きいよ。なんかね、想像できないんですよね。野心を持って、物事、ね。世界一の読書会を作るとかね。そういうこと、ちょっと恥ずかしくて言えないし、思っても見ないってことですね。でもやっぱりそれがダメなんでしょうね。ダメっていうか、自分にそういう気持ちが、気概がないっていうのは、なんか自分にブレーキかけてるなって思うことはありますけども、人のことはよくわかるんですよ。この人野心持ったらすげえんだろうなとか思うんですけど、自分の方はないことに自覚しながら何もしないっていうのはね、ありますね。あとは、やり抜く寝屋家。
明るくやり抜くってことですよね。なんかくよくよくよくするってことですね。几帳面な人ほど融通が効かない、これはありますよね。なんかもう整理整頓すごいうるさい人、なんかもう物事の小さいことにやたらこだわるっていうことがあると、それが結局次に進むステップを踏み出せなくしちゃうとかありますね。でやり抜くねやか、まあポジティブシンキングっていうのは重要だと思うんですね。次の行動を移せるかと、なんかマンネリ化してきたらやり方変えようかなっていうのはありますよね。私も毎日メルマガやってんですけど、なんか意味ねえのかなって思いましたよね。なんかただ夜ツイキャスやる告知だけ流してるみたいになって、まあ、毎日雑談もやってんですけど、これもだんだん意味ないような気がしてきたし、質問箱に質問受けたって、これも意味ないのかなとかね、いつも思ってやめようかなとかね、ただただね、根性で続けても良くなるもんでもないし、もっとね、なんか人の心に刺さるような活動が思いつけばそっちの方をやることにして、まあ今もね、毎日ツイキャスやってますけど、俺だって別にマンネリ化してくれば、まあ別のことやった方がいいでしょうし、まあね、ツイキャス読書会自体だって、まあ、一応ね、まあ、いつか他の活動に変えた方がいいのかなと。まあそんなことも思いますし、まあ常に変えようかなと。でもなんか、続けていった方がいいのか。まあ、参加されてる方、聞いていただける方は、ぜひ続けてほしいって言うんですけど、やってるこっちがマンネリ化してきてね、テンション下がってくるっていうのもあるんですね。なんかね。だから、その子は兼ね合いがね、あるんですね。だからまあ、同じ情熱を持って別のことに、別のことっていうかまあ、その延長線にある、もうちょっと、違うことにチャレンジできればなと、まあ、思いますけども。そんなことは思うし、まあ感想文も書いてくださる皆さんに対しても私もね、その思うところあるんですけども、まあそこまで言うあれもないんで、こうした方がいい、ああした方がいいっていうのは基本的に言わないんですけども、まあ私がねやってんの飽きてる感じがすれば、参加してる人も飽きてきてんだっていうのはあるかもしれないですけどね。そんなこと思いますけど、まあこういうのを読むとね、私もいろいろ考えるんですけどね。まあね、これ経営幹部を作るって難しいと思うんですね。非常にこの長森さんって方はもう特殊な方だと思うんですよ。自分で一代で創業したってことだから、まあ意志がすごいと思いますよ。それは同じ意志を持てって言われたって、まあ、別に生活安定して、成長していく企業にいればいいって思ってる、入ってくる人の方が圧倒的に多いんですから、社長と同じレベルで物考える人なんかとっくに辞めて自分で起業してるんですから、まあそこそこの人にならざるを得ないってことですよね。で、数百人採用しても、一人いるかいないかだってことですね。この野心のある努力家とか、プライドのある情熱家、やり抜く根屋家、負けず嫌いの単身家、経営感覚を持つ最新家、そのぐらいなんかやっぱりその人材っていうのはいないってことですよ。でその厳しさも語ってると思いますし、結局社長を譲るにあたっても3割ぐらいだけ仕事引き継ぐと、で様子を見ながら徐々にたくさん引き継いでいくと。で他の会社ね、ユニクロの柳井さんも社長譲ったのに自分でまた戻っちゃいましたし、ソフトバンクのね孫さんも次の社長候補を白紙に戻しちゃいましたよね。だから創業者が、社長職を人に譲るってこれまあ不可能に近いと思うんですけどね。まあ不可能に近いけど、それをなんとかやるって時に、徳川家康とかね、一応創業者ですよね、江戸幕府のね。でも2代目、3代目に引き継いで、3代目ぐらいでようやく盤石になってきたと。で、あとはでも、グラグラしてるんですけども、一応はなんとかね、15代まで持ったってことですよね。まあ合議制にしたと、幕閣老中の合議制にして、将軍はまあ、お飾りっていうか、
まあ、という形にしてったんですよね。それで安定してったってことですね。で、結構、もう徳川家康の頃から野心のある人とかどん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 ね、まあ左遷してますよね。あの、失脚させたり。実は経営幹部が育ったって会社ごと乗っ取られちゃうと嫌だから、まあ潰してる場合もあるわけですね。そのことは書いてないんですけどね。スティーブ・ジョブズなんかアップルから追い出されてるんですからね、一回ね。でもまた戻ってきたんですからね。下手すると追い出される可能性があるんですね、創業者といえどもね。まあそういうことがあるってことですね。まあ、まあ、そんなこと思いました。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。